池田選手、キャンプ3日目ですかね、はい、お疲れ様です。まずはここまでキャンプ池田選手はどうですか、順調ですか？順調です。まあハードなトレーニングをみんなで積み上げれてると思います。まあ、非常に新しい選手多いですけれども、こういろいろな選手の特徴とかは少しずつ分かってきましたか？そうですね、まあ、知ってる人も結構多かったので、なんとなくのイメージはあったので、まあいい練習ができてるかなと思います。改めてこう外からあちらを見てどんな印象でしたか？いや本当に個が強くて、まとまったら本当に強いなっていうチームやったんで、まあ、今年もまとまって J1 昇格に向けて頑張りたいなと思います。こうご自身のストロングポイント、こうファンサポーターに改めて教えてください。ヘディングです。こうやはりこう左足のフィードとかっていうところもやっぱりセンターバックとしては貴重なのかなと思いますけど、もちろんセットプレーでの得点っていうところの貢献あると思いますが、それ以外攻撃面ではどうですか？左利きっていうのがまあ自分の一番の価値だと思ってるので、まあ、そこを存分に出せるように、左足しか出せない持ち方とかキックをチームで出していければなと思います。非常に初日から強度高い練習やっておりますが、なんかこう監督が目指すサッカーはこう池田選手にとってはどんなサッカーだと捉えてますか？まあ、ハードワークするのと、まあ、切り替えと、まずそこは徹底しなきゃいけないところだと思うので、まあ、基準をまず上げてそこは外さないようにしていきたいなと思います。チームに貢献できそうだなと思うのはどんな部分だと思いますか？まず守備強度、対人のところでは負けない自信ありますし、まあ、競り合いもそうですけど、まあ、守備のところと、まあ、左足のキックのところではできるのかなと思います。非常に今回、まあ、センターバックポジション争いが激しいかなというふうに思いますけれども、そこを改めてこう勝ち抜く、勝ち取るために池田選手がここから必要になってくるもの、どんなことだと思いますか？まあ、まずは自分の強みである、まあ、ヘディングは負けちゃいけないですし、まあ、左利きのセンターバックは僕だけなので、まあ、そこの価値を存分に使っていきたいのと、まあ、あとはまあ声出しだったりリーダーシップっていうのも自分自覚を持ってまとめるぐらいの意識でやっていかないといけないかなと思います。秋田からは稲葉選手とこう2人で移籍してきました。まあ、これだけ新加入の多いチームにおいて一緒のチームから移籍してきたっていうのはやっぱり頼れるというか、なんかそういう安心感みたいなのってあるもんなんですか？そうですね、まあ稲君のことはまあ信頼してますし、まあ同じチームやったっていうのもあるんで、まあ一緒に出る時があれば、まあ、連携面もいいと思いますし、去年一緒に1年間やった強みを試合中でも出せればなと思います。町田のファンサポーターにどんな、まずはチームとしてどんなサッカーを見せたいですか？来てくれるサポーターの心を動かすような、まずは泥臭くっていうのと、まあ、ハードワークは続けながら、まあ、自分たちのクオリティとかを積み上げていければ、まあ、結果は出てくるかなと思うので、開幕まで時間あるんで積み上げていければなと思います。開幕戦の相手は仙台です。印象どうですか？まあ、去年やった時はめちゃくちゃ強くて、J1 昇格の候補の1チームでもあると思うので、まあ、そこを開幕戦で叩ければ勢いに乗れると思うので、まあ、強い相手だと思いますけど、自分たちも積み上げて、勝てればなと思います。で最後にファンサポーターに改めてこう意気込みよろしくお願いします。 J1 の昇格に向けて全員がまとまって強い町田を作れるように頑張りましょう。よろしくお願いします。